ゆっくりです。今回は、マザーの実況を、していきたいと思います。よかったら見ていってください。ストーリーもよくわかっていませんが、面白いということなので、頑張っていきたいと思います。RPG なので戦闘シーンやレベル上げなどは、カットしていきます。それでは、楽しんでいってね。名前決めるのか。ここは、うつ主の名前でいいだろう。女の子か。ここは、うつ主の初恋の人の名前で。友達。うつ主友達いない。いた、ちょっとふざけただけです。そんなに怒らないで。確かアニメの主人公の名前だったような。やば、もう一人友達の名前決めないといけないのか。それにしても、怖そうな友達だな。こんな友達いないんだけど。どうしよう。ごめんね、もうちょっとで決めるから待ってね。実は、この友達ラスボスだったりしないのかな？今度は、献立。こんなの何に使うんだろ。いきなり言われても迷うな。どれにしよう。炊き込みご飯、肉じゃが、お寿司、味噌汁、煮物、ラーメン、チャーハン、餃子、お好み焼き、パスタ、フカヒレスープ。あ、ごめんなさい。ちょっと調子に乗りました。食べたことないです。時間かけても仕方ないので、ラーメンにしました。こんな感じになりました。アメリカのお話か。行方不明。これが、後に集団神隠しの、始まり。あれ違った。わかった、宇宙人に囚われてたんだな。なるほど、主人公が妻のマリアさんを、探しに旅に出るわけか。あれ、随分月日が流れてない？全然進まない。
押さないといけないのか。ごめんごめん。やっと、始まりました。長かった。メニューで何ができるんだろう。ちょっとふざけただけです。よかった。大事なものは捨てれないようになってるね。私の知ってるキャッシュカードと同じ役割らしい。RPG の基本は調べること。とりあえずこの部屋をチェックしよう。え、なに？電気スタンドが荒ぶってるんだけど。まさか、ホラー要素あるとは。PSI は使えないみたい。攻撃すると文字すごいの出るんだな。あれ、出ない。さっきの会心の一撃みたいな感じか。地震、早く逃げなきゃ。降りようかな。いや、あの部屋からアイテムの匂いがする。妹の頼みなら聞きます。妹の後ろのあれ何？ホラーゲームとか怖いから嫌なんだけど。下着とか嫌なんでもない。キューピーか、なんか可愛いな。でも容赦しないけどね。人形だから、攻撃痛くないな。お、レベルアップ。よかった。この状況がずっと続くのかと思った。人形にオルゴール隠すとか、妹は、何やってるんだろ。世界が変わった。メロディー何かの意味があるのかな。ジュースいっぱいくれるな。こっちにも入ってないのか。妹はジュース製造してるのか。当選ぼされてるな。とかホラーか、ちょっと悪者倒すだけのゲームだと思ってたのに。次は地下室の鍵を探すのか。この父親、息子に丸投げしやがった。
なるほど、お金は振り込むから後は頼んだってやつか、最低だな。セーブは父親に電話すればいいのか。とりあえず鍵のありそうな場所を探すか。あと、調べてないの自分の部屋だっけ。そういえば、初めに調べたね。やっと外の世界か。結構いい景色だな。そして曲もいいな。何こいつ。犬か、二足歩行続けるとかすごいゲーだな。アイテムいっぱい。なんでだ。うわ、あの時のジュースアイテムだったのか。よし、これで地下室へ行ける。この子は、倉庫管理してくれるのか、いい子だ。あれ、開かない、使わないとダメなのか、めんどくさいな。うわ、真っ暗。この箱からいきなり敵が出てきたりしないよね。よかった、全部アイテムだった。ですよね。意味がわからない。冒険の前に、ジュースもらいに行こう。もらえなかった。アイテムがあるフラグだと思ったけど、違うみたい。そういえば、武器になりそうなものがあったな。テレパシーの使い方がわからないな。敵がおじさんって、どういうこと？
うわ、強い。我に返った？操られてたのか。おっと、いい感じの時間なのでセーブして終わろうと思います。見てくれた方、ありがとうございました。こんな感じでのんびりと進んでいくのでよかったら次回も、見てください。こんばんは、ゆっくりです。今回も実況始めたいと思います。いきなりですが、レベル上げしたいと思います。ヘビか、おじさんに襲われるより普通だな。ヘビの攻撃はやっぱり噛みつくなのか？毒持ってたら病院に行かないと。スマッシュ攻撃とかやめろ。うわ、痛い。今度はムカデか。私の家にも大量に出るけど、こんな可愛らしいのは見たことないな。所詮虫だな。攻撃が痛くない。小さいから当てにくいんだな。ん？こいつに即歩行してないか？ちょっと関係ないけど、ムカデ殺すとき我が家では、追いかけてます。野良犬か、小さい頃追いかけられたな。あ、噛まれた。狂犬病とか大丈夫？野良犬なのに、首はついてるんだけど。捨てられたの？そんな怖い顔してるから捨てられるんだよ。音楽違うんだけど、お兄さん特別扱い。ごめんなさい、ただの変人にしか見えない。ちょっとお願いだから近づかないで。うわ、触られた。早く家に帰って消毒しなくちゃ。それにしても、この音楽耳に残るな。それ、私の妹がくれたオレンジジュース。ふざけるな、返せー。ほら、いい子だから返そうか。早く返さないとこだー。レベルも上がったので準備してから進めたいと思います。きっとポイント減ってるので自分の部屋で寝てきます。あれ、寝れない。ダメでした。どこで回復すればいいんだろう。とりあえず、妹で癒されてきます。
閉じ込められた。ちょっと、お兄ちゃん遊びに行くからどいてくれるかな。いい子だ。ここで、選んだ献立が出てくるのか。くっそ、もっと高いのにすればよかった。よし、この辺の敵にも飽きたし、新しい敵を探しに行くか。ちょっと、戦闘シーンをこんな感じで、カットしてみた。どうですか？気に入らない？次の戦闘シーンはカット方法変えてますので、そっちはどうかな。なんか挙動不審の人がいる。ピッピ、聞いたことあるな。確かピンク色の。ん？警察じゃなくて町長さんでいいのか。切り替わったところで戦闘がありました。戦闘シーンカットなので現在こんな感じです。どうですか？え、レベル低い？そっか。何かあるかと思ったけど何もなかった。どっちの戦闘シーンカットがいいですか？特になければ後の方法で今後もカットします。どうやらマザーズデイに着いたようです。私の家の方がヤバかったです。ネズミが喋ったー。こんなこと知ってるんだ。ほんとだ、入れない。え、疑ってたわけじゃないんだ。ちょっと試したくて。南に、墓地があるのか。墓地といえば、幽霊だね。やっぱり、出てくるのか。え、動物が暴走モード、しかも死人はゾンビになってるのか。カナリアの村が北西か。だ、これは、行かないといけないな。あ、ラブホテルがある。ちょっと寄っていこう。
いっぱいもらってるはずなんだけど、休めない。何もないな。こっちもか、さすが安いだけのホテルだな。なんだ、このゲームバイオハザードだったのか。ちょっと、言ってる意味がわかんないですね。走ってどこかへ行った。これって何かのイベントなのかな。こっちに、走って行ったような気がしたのにな。マップあるのか。これよくわかんないな。あれ、帰ってきてる。おま、汚いな。なるほど、お金は下ろさないと使えないのか。すごい人なのかな。何匹か逃げたのか。肉食動物だと動物園のそば、危ないな。なんか、そんな話聞いたことあるな。なんだっけ。ナースさん、はあはあ。おっと、ナースさんに満足して出てしまった。態度悪い医者だな。もうこんなとこ来ないよ。私の家が一番広いな。墓場に。子供が迷い込んだのか。あれ？何か忘れてるような気がする。新しい敵
だね。でも、レベル上げしてきたから平気。うわぁ、噛まれたー。これで私もゾンビになっちゃう。やば、こいつ強くない？うわぁ。こんにちは、ゆっくりです。初めての方は、ゆっくりしていってください。前回、いきなり負けてしまったので、しっかりとレベル上げしてきました。そして、このデパート、スルーしてたので探索してみます。買い物するかもしれないので、適当に下ろします。ここは、何売ってるんだろう？欲しいものないなぁ。スポーツグッズか。お、武器になりそうなものが売ってる。どれにしよっか。やっぱり、一番高いものが一番強いよね。買ったらすぐに装備、忘れちゃうからね。フードか、美味しそうなものあるのかな。ないな。ペット、ついに仲間が増えるのかな。ごめんなさい、見てわかんないです。いくらですか？育てるの大変そうだしいらないかな。え、押し付けられた。そんなんで、店大丈夫なんですか？なるほど、それで動物がおかしくなってるのか。ま、だ、そんな、非常食にしようなんて、思ってないですよ。かなりあの日な、何に使うんだろう。他のカナリアに合わせればいいんだろうな。まあ、後だな。先に、迷子探さないといけないし。防具は売ってないみたいだから、これで、ゾンビにリベンジだな。そういえば、ここ話すの忘れてたな。なるほど、売れるのかな？よし、売れた。買わなかったお金は預けておこう。電話はお金かかるのか、まあいいや。今回は、倒してやる。お、いきなりスマッシュった。弱い、こんなのに負けたの？うわ、最悪だ。よし、こんなに弱いなら、墓場攻略余裕だな。お前の、ちっぽけな常識とか知らない。やっぱり、噛まれたらゾンビになるのか。うわぁ、いきなり噛まれたー。
場へ、レッツゴー。看板見っけ、調べなくちゃ。ヒーラーか、行ってみよう。ここだな。便利な人だな。石とか、一人だからその場でゲームオーバーだな。まあ、今回はいらないな。町に戻ったので、カット、今度は、墓場へ行ってみよう。墓場ってどんな感じなんだろう。怖くなければいいな。あれ、この辺りの木、枯れちゃってるな。墓場のそばってだけでこんなに、木、枯れちゃうもんなの？うわ、危ない場所な気がしてきた。お、新しい敵だ。強いのかな？弱かった。墓場、見つかった。どっから入ればいいんだろう。あれ、行き止まり、反対だったのか。ゴースト？これ、怖いの？私、すごいの想像してたのに。新しいゾンビ出たなかなか強い感じ。入り口見っけ。わあ、怖い音楽に変わる。こういう場所ってお墓の下から探し物が出てきますよね。でも、あの家にいる可能性もあるよね。この人がピッピかな？違いますよね。ゾンビ怖いとかこの人大丈夫かな？さてと、探すか、それにしても多いな。いないなぁ。
あれ、そういえば。町長さんに話すの忘れてた。戻ってきました。町長さんと話してきたいと思います。え、いいこと？最強の装備のありかですか？それとも、お姉さんのスリーサイズですか？あのおじさんが町長さんか。さっきから、メニュー開くたびに気になるので、回復。あの、初めて会ったのに期待されても、もう知ってたんだね。街で話題になってるしね。え、私、いいえって答えましたよね。まあ、行く気だったけど納得いかないんですけど。まあ、知ってたんだから、これでいいんだよね。墓場まで戻るか。スリーサイズは、迷子探しの後ですか。頑張るしかないですね。さてと、迷子探しを再開しましょうか。うわぁ、いっぱいあるな。調べるの大変そう。こうなったら、ピッピー、どこにいるの？返事して。返事がないな。もう、家に帰ったんじゃないのか？ま、さ、か、もう、ゾンビになってるとか。うわ、探すの嫌になってきた。でも、いいこと教えてもらうには探さないと、ダメだしな。ピッピー、早く出てきてくれ。敵が多すぎて大変なんだ。仕方ない、倍速モード。あれ、怪しくない？地下ダンジョン見つけた。きっと、ここにピッピがいるはず。棺桶か、敵は、ヴァンパイアか。ゾンビかよ。やっと、見つけた。これで、スリー、いや、事件解決だ。ちゃんと探してきたよ、おじさん。おま、それ違うから、ふざけるな。こいつ、ムカつくな。こんな大人がいるから政治が、ダメなんだ。はぁ、ふざけるな。お前が頑張れよ。選んだから。このゲーム、こいつにこき使われるゲームなのかな？ピッピ、外れちゃうの？一緒に来てもいいんだよ。
からかわれた。そして、今回一番重要なのが、この人、あれ、まだなの。仕方ない、行ってくるか。今回、迷子探し終わったので、ここまでにしたいと思います。見てくれた方、ありがとうございました。こんにちは、はじめまして、ゆっくりです。今回は、動物園の事件解決を、していきたいと思います。さっきの看板に、西に700メートルって、書いてあったのでそんなに遠くないはず。おっと、ハエが現れた。こういう虫は殺虫剤で、一撃なのかな？さすがにバットで殴られても、一撃のようだね。この柵は動物園かな？入り口どこかな？マンモス。いや、ただの廊下。それにしても動物園の外まで、逃げてるけど、どこから出たんだろう。のしかかられたのにそんなにダメージないな。余裕だな。それにしても、結構タフだな。まあ、よく頑張った方だと思うよ。なかなか、入り口見えてこないな。こんなに大きいならゲート2箇所くらい作ってもいいんじゃないのかな。入り口に猿みたいなのいるな。門番か。どうやって閉まってる門越えたんだよ。鍵取って言ったけど、鍵開いてるし、セキュリティ甘くないか。また、この音楽か。事件解決のためには何すればいいんだろう。園長さん、危険な動物も逃げてるんだけど。まあ、私に襲いかかったことを、後悔すればいいよ。どうより弱かったな。なんか覚えた。何覚えたんだろう。わかんないな。どうせ使わないし、いっか。うさぎ見つけた。かわいいな。うさぎと話は、できないのか。今度は、ハイエナか。さっき、ワニ倒したから大丈夫だよね。スマッシュ、幸先いいな。カレーに回避。ハイエナも回避。しなくていいのに。まあ、この辺の敵では負けることはなさそうだな。危険な動物だけ、凶暴化してるのかな？さっきの、ウサギは、おとなしかったような。でも、安心させていきなり襲いかかってくることもあるからな。一応、気をつけておこう。うわ、これはやばい。食われちゃうの？ゆっくり美味しくないですよ。よく考えると、食べられるの空うか、ならいいか。冗談だって、そんな怖い顔で見ないでよ。この中に鍵を盗んだ猿がいるのかな？どいつだろうな。檻にちゃんと入ってるし、きっと違うとこにいるんだろうな。パンダがいるな。名前がリリーとシンシンだったけかな。かわいいな。うわ、行き止まり、加速します。疲れた。ちょっと休みたいな。フラミンゴがいるね。それだけだけどね。怪しい看板があるね。歌う猿、さっき鍵盗んだ猿かな？気象しか、ゆっくりと一緒だな。ちょっと回復したし、また走ろうか。この建物が怪しいな。ちょっと怖いから回復しておこう。装備もしっかりしてるし大丈夫だよね。誰かいませんか？返事がないけど、誰もいないのですか？勝手に入っちゃいますよ。変なボタンとか押しちゃいますよ。なんだ、ネズミか。外の敵の方が強そうだな。
汚い言葉とか投げつけないでよ。ゆっくり、ナイーブなんだから。ちょっと、やめてってば。なるほど、ここの敵は精神面に攻撃してくるのか。アイテムあるね。そろそろ防具が欲しいな。ロープ？武器なのかな？それとも、イベントアイテムなのかな？これで、女の子を、縛ればいいのか。おっと、間違えた、敵だった。今度は、何かな？毒消しか、いらないなぁ。防具まだかなぁ？タンスとかにはアイテムないのかなぁ？調べてるけど、何か見つかった記憶がないんだけど。回復アイテムは、もしもの時にいいな。ここが最上階か。何あれ？なんなのあれ？ファンより回復しそうなの手に入った。怖いけど、隣の変なの調べよう。怪しすぎる。触ったら食べられそうな気がする。じゃあ、何か出てきた。スターマン？何それ？見るからに宇宙人だよね。ってことは、さっきの UFO か。どうしよう、これって、初のボス戦だよね。とりあえず、補助で強化して。ビームとか、今までの敵とは違うね。次は、ダメージを通りやすくするためにこれだ。効かないとか、さすがボスは強いな。回復、まだいいか。スマッシュでも、倒せないか。なんだ、そこまで強くないな。すごい音、天井に穴開いたけど、私のせいじゃないですよ。無事解決したみたいだし、あのおっさんに報告するかな。戻ってる途中に鍵盗んだと、思われる猿見つけた。メロディーって何なんだろう？さてと、街まではアップ。マジかよ。お前もう消えろよ。この街、こんなのが町長で大丈夫なのか。もう、ここへ来ることもないな。もし来ることがあったとしても、お前には話しかけない。いいこと教えてもらうか、なんだろな。スリーサイズじゃないだと、ふざけるな。頼まれたことは終わったし、カナリア見に行こうかな。よし、カナリアがいそうな場所まで、ワープ。よし、着いた。あんまり覚えてないけど、親探せばいいんだったかな。いきなりそれっぽいの見つけた。しかと、ちょっとショック。まず、信用してもらわないといけないのかな。何をすればいいんだろう。子供を見せてもダメってことは、あれは、親ではないな。未だに、最初から覚えてるテレパシーが、使えたことないな。一箇所だけ白いのあるね。何この暗号みたいなの？おじいさんがいる、怪しいな。カナリアの世界も、歌姫とかいるのね。
迷うなぁ。知らないとか、使えないな。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと、悪ふざけしただけなんです。まあ、怪しいカナリアの場所は知ってるから行ってみようか。通れないだと、ふざけるな。さっきの白いのの後ろにいたカナリアが、怪しいよね。そうそう、あのカナリア。なに、白いのだけ後ろ通れるのか。ローラ、やっぱりこのカナリアで合ってるね。子供を見せて。また、メロディーか、なんなんだろこれ。まあ、いいや、カナリアの子供も返したし、解決解決っと。今回も、見てくれた方、ありがとうございました。またよかったら、ゆっくりしていってください。We'll be right back.